下克上物語実況12回目の今回から2年目シーズンの交流戦が始まるぜ。昨年1年目はですね、セリーグ相手に全く通用せず、たったの2勝しか挙げられなかったのフルボッコでしたからね。今年はどうなの？いや今年は違う、去年以上に勝って貯金を作れるようにこれから戦っていきたいと思いますのでね。交流戦の開幕カードは中日ドラゴンズ。今回は5月24日の試合を1試合やっていきます。中日には昨年一度も勝ててないので、まずはこのペナントの対中日初勝利、そして現在大型連敗6連敗を抱えておりますので、この連敗を止めれるように試合臨んでいきましょう。さあ今日のスターティングオーダーは元中日ドラゴンズの若松をですね先発で使っていきたいと思います。ここまではまだ1勝を挙げられてないですが、防御率は 3.55 といい成績残してるからね。またペナントも2年目ということもあるので、1年目よりも強くなっててね、チェンジアップとそれ以外の変化球の変化量っていうのが上がってるので、まあ強くなった若松が元古巣にどういうピッチングをするか注目ですね。そして相手打線に注目、4番に浅村 FA で加入した選手がいますからね。通常の中日でも強いのこの選手が加わったことによってね、めちゃくちゃ強くなっている。抑えるのは困難だが、強くなったところをお見せしていかないとダメなので、しっかりと抑えて勝利していくぜ。やっていこう、プレーボール。さあ若松頑張って抑えるぞ。まあ、変化球が武器の選手ですからね、変化球をうまく使ってらね、ストレートはやっぱね全然球速がない。このペナントでもねそこは球速上げられてないので、まあ、カウント球だね。こうやってカウントを稼ぐためだけの球で勝負はやっぱこういうカーブボールだったり、よく落ちるチェンジアップっていうのもあるわけですから、その辺だね。はい、OK。で、まあ、外野の守備っていうのも比較的ね、硬いところなので、ホームランじゃなければ別に外野にうまく打たしてアウトを量産していく、そのやり方もあるんだよね。で、今日は2番の強打がノリノリなので、ここ要警戒。まあ、パワーはそんなない選手やけども、今日に関しては一撃打てるっていうのがあるんでね、一番なんなら警戒していかないとダメかもね。おっ、ただここもうまく打たして2アウトたまたま取れるとこに飛んでるってだけかもしれんが、まあアウトはアウト、喜びましょう。一撃が打てる、まあでもここまでの数字はそこまですごいものではないが、数字とか当てにならんから、今パワープロでも最強選手の候補の一人ですからね、能力はバリ高だが、やっぱり成績がしょぼいこともあってか、ここはビシエドを抑えて初回はゼロ並べることができたね。まあ、今日はこういう感じでアウトを積み重ねていこう。バットに当てられてもいいから、でもゼロを並べるっていうね。相手ガルシア、いや結構攻略むずいよ、球も速いしね、結構苦手にしてるタイプだけど、まあ、今日は調子が悪いので本来の力があまり発揮されないでしょう。ならギアがかかる前にもう初回から仕留めてね、でその初回に取った得点で勝つ、できれば最高、できなきゃあまあしゃあねえわ知らない、でも頑張る。すぐ点を取ることだね。渾身のストレート空振り、第5球投げた、あいやーい、もうそんな1球打てるわけねえじゃん、普通に考えろよ。お前打てないって分かってて投げてるだろう。いや当然やけどね、それが仕事や、それで奥稼げんねん。しかしだね、あんな際どいとこ投げられてもちょっと困るぜ、反応できねえわ。くわ、ツーシーム、その上動く球を持ってるんだからね、厄介だね。まあいい、次ゴロいる。いつもはね5番で起用するんですけど、今回は3番で、まあこれがどう出るかだね。このゴロトシアの並びでね、やっぱ得点取りたい。理想はやっぱね、戦力外になった選手で取るのが一番だが、ゴロの打球は OK！ レフトに大島なんだね、今日は。ようわからんな。センター誰よ？センター平田でライトにアルモンテってこと？あ、ですね。アルモンテがライトで平田がセンター。大島普通センターじゃねえのかい。レフト方向打つとちょっとね、いい打球も取られるかもしれんね。ライト方向打つことおすすめですよ、この場合。流すだね。まあでもどこ打とうかヒットになりゃいいわ。第3球を投げた、3球目ストレート、ゴローが出たのであればトシアで打つ、つなぐ。第4球はうわー、絶好球なのに打ちやすい高さだよ、もったいない。初回ゼロじゃないか、やっぱ球が速いから反応も遅れるよね。これがね若松並みに遅かったら簡単に運べんやけどな。ただそんなピッチャー日本に来れないからね、うん、パープロにも収録されない選手ですので、そんなピッチャーはいないから、今日は球の速いガルシアを攻略していこう。さあこれ来ましたよ、新加入浅村との初対決。
怖いね。広角打法も持ってて、今アベレージヒーターも持ってなかったか。いろいろと習得してるね。豪快、ほらアベレージヒーター持ってる。すげえな。そんなね、特殊能力のなんかデパートみたいな選手を抑えるのは困難だが、抑えた。オッケー。まあ、持ってるから活躍できるってわけでは当然ありませんのでね。でもそれ持ってて若松相手に三振取られるようであれば、その特殊能力はこの試合終わりに消えるじゃろうね。いや消せよ、持ってる資格ねえだろっていう感じ。意外になんかストライクとか空振りとか取れるね。思ってた展開と違うわ。バリバリバット当てられるのかなって今日は思ってたよ。そんな当たってないでしょここまで。いやそれはやっぱ若松が成長したからっていうのもあるんじゃないかな。今んとこ見せられてますよ、成長した姿をね。はいはいはい、ここも強打者平田を抑えてツーアウト。あ、まだいるからね、アルモンテ。アルモンテでその後確かモヤだったかな。強力やな、気の抜きようがないよね。1番からここに至るまで一撃打てるやつも揃ってれば、ミート力の選手もいる。ちなみに今の現在の中日の順位はセ・リーグ5位ですからね。こんな打線の並びで5位なんかい。よほど投手がひどいのか。おい、三振 OK。 なんだかんだ言いつつ2回もゼロっす。3回もゼロを並べてますね。なかなか珍しい。これはね、だからこそ早く得点を上げよう。でも全然ガルシア攻略できそうにねえわ。ああ、こちらも同じようなペースで今アウト量産してるもんね。ゴロでしか打ててないもん。あれマグレやな。あ、ここできました。マグレでも何でもいいぞ、こういうヒットでもね。オッケーオッケーオッケー。出塁を果たし、まあ盗塁も警戒してくるだろうけどね、ちょっとうまく決めていきたいな。キャッチャー大野の肩力っていうのはどんな感じ。今いきなりチェンジアップ投げてきましたけどね。走りゃよかったわ。大野の肩力は、いや D の56で送球系も持ってないですからね。チャンスとしては十分にあるでしょう。ただこの牽制に注意やね。まだしてくれよ、バレてんのか。まあ、ランナー警戒してくれて自滅っていうのは一番いいけどね。次は4球目、投げました。おお、うまく打った。がちょっと動く時間がなかったな。でランナー飛び出してる。危ない危ない危ない。何してんだ。ギリギリセーフじゃないか。ちょっと待てよ、動けんな。これだけ牽制されるとね、アウトになるのが怖くて。あ、もうちょっとここはランナー動かさず打ちに行くのを選択しようか。第3球を投げた、打ちました。つなげろ、ゴローに回せ。さあ4球目、引っ張った打球は残った。でこれ一気に帰れるんちゃうか。ひじり沢の走力、走れ走るんだ。よーし、若松に援護を与える。まずは1点。切れなかったね打球が。調子いいからとかもあるんだろうね。ギリギリ残ってそのまんま一気に帰ってこれる走力もひじり沢持ってるからいいね。チームでもぎ取った1点だよ。そしてゴローに回った。一気に仕留めてやる。ほら来た、逆方向伸びろ。アルモンテの頭超えた。平田がいたら取れてるだろうね。アルモンテに今落下地点ギリギリみたいな感じでしたから、ライト大島平田なら絶対取れてるわ。起用法をミスったんだよ中日の森監督は。まだやめてないですからね、監督してますからね。やめた方がいいんじゃないの、こんな起用法するんだったら。もらった。この試合はもう完全こっちのペースだ。勝った勝った勝った、はい、勝った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 、もう勝った勝った音で踊ってますから。勝った勝った勝った、いや勝った勝った勝った、はい、勝った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 、絶対落とせないね。まあここまで若松で9つアウトを量産しているのであれば、もうこれを続けていきましょうよ。まあまだ先の話ですけど、ノーヒットノー、いやまあこれはちょっと触れないでおこうかな。まだまだ先ですからね、まだ4回やね。まあでも可能性としてはまだねあるということで、この4回の時点でね。先の話にはなるが、まあ、ここを抑えていこう。うわー、やっぱこれストレート狙われる。取りに行ったところね、はい、言ったそばからなくなった。もうなんか、うんうんうん、完全に今の配球ミスだね。
変化球投げてストライクが入らなかったからストレート投げに行った結果それを打たれる。この打球も危ねえぞ。アウトになれば結果内容はいらんが、ただ強い打球が出始めているぞ。いや、ビシエドは打ち損じてくれた。オッケーオッケーオッケー、イエス、ツーアウト。まあでもランナーは三塁におるからね。さっき浅村は三振に奪ったが、ここでも奪えるか。全力ストレート、いや、いいとこついてる。いや、この辺だね。こういう息を見せることによってより緩い球っていうのが効果的になる。空振りも取れやすくなるでしょうね。もう一球ちょっとスラーブ続けてみよう。ここ当てて、うわー、うわーだよね。最悪、いい試みではあったんだけどね。もうちょっと打球が遅ければなんて言っててもピッチャーは取れないわな。取った後にまたこの流れ回もおなじみのね。なんでこれ毎回こうなるんだろう。もうそれ以上はやらなかったけどね。勝った勝った温度踊ってる場合じゃねえわ。ノーヒットノーランすぐさまなくなったし、試合わかんなくなったし、いや、これから本番だし、だから気合い入れて力入れてやってけ。試合は終盤戦、まず代打を送ってきたよ、高橋周平か。まあでもそんなにいい成績残してるってわけでもないので、そんなに警戒もいらないかな。まだ目は出てないでしょ、成績見る限り。これで満足する中日ファンはいないと思うけどね。高橋の戦力外っていうのも近づいてきてるんじゃないですか、年齢的にもね。もしかしたら来年俺たちのユニフォームを着てるかも。若松と一緒に野球やってるかもな。はい、三振、オッケー。まあ、来年楽しみだよ。まあ、来年というか今年のオフだね。お前が戦力外になってるか、まあ、もしも戦力外になってるんだったらうちからしたら全力で取りに行きますけどね。欲しい戦力なんで、まあ、中日がどういう決断を下すかな。また取れない。ちょっと若松その辺もうちょっと反応してや。この辺お前が取ってくれたら全部失点を防げてるんだよな。またこれ大島でしょ。積極的に盗塁挑んでくる選手ですから、うん、もうここは牽制を入れまくって次の塁を生かさないようにしないと。ただ警戒してると来ないんだよね。来た、ここで打ちに来た。もうヒットエンドランかい。なんだよそれ、いとも簡単にやられた。ランナー警戒してるからストレート投げたところ簡単にエンドランを決められての一塁二塁。守ってきた得点が全てパーになるぞ。やばい、頑張れ踏ん張れ。ビシエドは今日完璧に抑えてるんだ。ここもだ。こんなピンチで打たれてたまるかっちゅうね。どうしようかな。インローにドロップスラブ落としてみよう。よし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 、うまく打たした、うまく打たした。まあどうだ、タッチアップはされるだろうけど、まあこれはしゃあないでしょう。ランナー三塁に進塁で再び浅村だね。抑えるぞ、さっきみたいにならぬよう。ちょっとねシフトもどうしようかな。外野前進っていうのも下手に敷けないしね、中間シフトでいいかな。これでいってみよう。まずはスラブ、うおーし。でもさっきこの辺打たれてるんだよね、確か同じような球種だったかな。さっきとは違う攻め方をしていかないと。全力反応しろよ、避けるんじゃなくて打ちに来い。次が4球目、投げた。あー嘘だろ。もうこうなったらちょっと投げる球ほとんどないけどね。チェンジアップ走ってきて、フォアボール、もういいでしょう。ターニングポイント乗り切れ若松、変えへんぞお前で。このイニング抑えて終わるんや今日は。もうここも中間守備でね、平田を抑える。最後まで頑張れ。まずは一つのストライク、もう一球ストレートをインコース。反応してほしいんだけど、避けるを選択するねこいつら。もっとインコース反応しろよ。チェンジアップ当てられて抜けていく。中間守備があだになったか。ホームはセーフで逆転。もうやることやること、裏面出る。どうだ、定位置なら取れてるんじゃないか。流されて、いやどうだ、打球のスピード的に定位置どの頃も関係なさそうですけどね。1点ならまだしも2点取られて2アウトからの逆転だよ。
守ってきたのが全部バーじゃないか。これで勝利投手の権利もなくなったし。3球目ストライク、ワンボールツーストライク、追い込んでいます。なんでもっと高めとか釣り球反応してくれねえんだよこいつら。全部ストライクゾーンに来る球のみ反応してくるね。そこでしか勝負できないから打たれる。仕方がないね。試合が動きました。ここでな、このまま行けば連敗は7と続き、中日相手に勝てずに終わるぜ。ああ、ほんで代打に送った高橋をそのまま守備に使したね。サード福田を変えてきた。いや、本職はセカンドの選手でしょ。まあ、そもそも守備もうまくないしね、セカンドすら。ならばサードは穴だ。打っていかなきゃダメなのになんで空振ったん。え、そんな嫉妬、おバカ。はい、終わった。はいはい、終わった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 温度踊ろうか、次はね。はい、終わった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 。無理やね、あれ空振った。あれで物語もう終了だわ。やっちまったな。最高の未来を手に入れたかったけどね、残念ながら最悪の未来を俺はどうやら今ので手に入れたようだ。悪い労働を選んだね。あそこで一撃打っときゃ同点やもん、すぐ同点やもん。でもあそこで打てなかった世界今歩んでるもん。最悪や、バッドエンドルートや。抜けない、運がないからね。だからいいルート選んでたら今の抜けてたりするんでしょうね、なんていうたらぬまいが意味ない。はい、もう残るは3イニング、そこでやることをやる。さあ8回の表抑えていきましょう。勝つためにはここを抑えないと。ワンアウト、うわー、ビシエド抑えてたのにここで打たれちゃ意味ねえじゃん。目覚めたね、若松だから抑えれたのかもしれない。若松以外だとこうなるのが当然だった。いや無理ですから、パワープロ最強選手。ミートも A、パワーは B だったかな。そんな選手抑えれるか。全然悪くない1球なのね。物の無用で打ってきますよ、難易度を考えればね。まあ、しゃあないね。あの1球打てなかったことがこの失点にもつながったんじゃないかなと俺は思うよ。うん、はい。この回失点で点差は広がりましたね。取れるかしらね。8回ね、テンポ以降終わってますけど、今日高浜君は当たってる。高浜が流れを作るんだ。打率は3割9分1厘まで上がってるからね。いや高いよ。これを戦力外にしたロッテは悔しんでるんじゃないかな。短期間といえこの率はすごいんだが、ここでは打てず。まあ今の流れがどういう流れかっていうのが分かるでしょ。さっきまで高浜で打てたのが全部ストップしてるもんね。ゴローでも打てなかったら終わりだと思うわ。はい、来たー。ゴローで打てるから大丈夫。カジマのバカ力の金徳が発動してたということもあるんですけどもね、完璧に捉えての今季3号。これで1点差、もう無駄な失点やらなかったら同点だったのにね、なんてね、意味がないから取ろうよ。4点目、トシヤもいる。ここでピッチャーを変えてきたね、又吉。うわーねー、その2球で追い込んでくんの。もうちょっと遊び心持って野球して、楽しんで、楽しませて俺を。うーさん、もう全部変化球じゃないですか、おもんねえわお前。トシヤで打てなきゃきついだろ。次の新井さん、さっき打てなかった分ここで打てるか。また来るか、あの甘い1球。さっき打てなかった分来てくれ。バックトゥーザフューチャーだ。過去に戻れ、あの瞬間に戻れ。そしたら次こそ打てる俺は。よし来た、嫉妬ではないけども捉えて、あと届かない。球場の広さ、フェンスの高さに阻止される。くそー、本当に広い球場、なんでここホーム球場にしたんだろう。マジで後悔してるわ。まあでもチャンスは広げて、2アウトランナー2塁、一撃打ちゃ逆転。平原で狙いましょうよ。第3球はもう第4球を投げました。うわ、ちょっと待って、もう平原勝負避けられて次のバッターと勝負。寺内だよ、代打送るか。行きましょう、ここは増田、君に決めた。パワーもあるしね、狙っていくわ。俺たちからしたらやっぱここで逆転したいよ。延長のことはもうちょっと考えずにね、ここで決めたい全てを。え、どうしたの、またスリーボールだけど。ストライクが入らないね。
投げた、決まった、ストライク。でそれもストライク。ちょっとわけわからん。投球はこれから6球目。うわー、でも今の低めストライクか。ぶざまに三振、はい、1点取るも結局次の得点取れないから意味ないじゃん。9回の裏、そこで勝負が決まるでしょうね。こちらとしては点を取らなきゃダメだ。相手としては守りに来るでしょう。守護神鈴木、全然すごくないけどね。防御率 4.61、 しょぼいじゃないか。ただ能力は高いし左に強かったりするからね。うわー、球も速い。ちょっと待って、マックス159キロだね。成長してるでしょこれ。ほら、マックス156なんですけど、そっから3キロ上がって、またコントロール、スタミナも全部上がってますからね。かなりエグいクローザーとなってます。なおさらなんでそんな数字やねん。セリーグそんなレベル高いんか。怖いね、セリーグに行きたくねえわ。投球はこれから3球目。うわー、もう全然ダメ。そこでなんでこれを選択するの、クソしょうもね。絵にもならないクソみたいな凡退で、まず1つ取られて、あと2つ取られる前にまずはランナー出せるか。出せよ、出させてくれよ。1人出たら流れは変わる。出なきゃ終わる。はい、サードゴロで2アウト、あと1つ頑張る。2アウトからだ、気どころで出る。今日はまだ一度の出塁もないが、おー、アウトになるなよ。そんなのはいらん。締めくくりそれやだ、勝つ負けるにしてもね。同じようなもんやろそれもこれもよ。はい、交流戦の開幕戦、中日ドラゴンズを3対4ということで敗れてしまい、対中日相手にこのペナント初勝利を挙げることもできなければ、チームの連敗というのも7連敗とさらに大きく重ねることになりましたね。いや、若松で守って勝ちたいんですけど、ターニングポイントはやっぱり6回ですかね、あのイニングですし、あのビシエドの一撃っていうのもいらなかったですよね。あれなければ同点に追いついてまだ試合やってるもんね。もったいなかった、本当にもったいなかったし、守りたかったし、若松で古巣相手に勝利あげたかったんですけど、まあ、そうはならなかったからね。やっぱ中日強力だわ、打線がね。ずるいぞ、大島、京田、ビシエド、浅村、平田、アルモンテ、この流れ。セリーグ最強の1番から6番まででしょ。これがいて現在の順位ね、セリーグ5位っておかしくねえか、本当ね。これ5位なチーム、リーグ怖えわ。完全力関係逆転してますね。パリーグより上なチームリーグ、それがセリーグやわ。人気も上、強え、その一言やね。負けを重ねたので、また最下位ロードぶっちぎりということになってきてるぞ。もう6位とのゲーム差も2ゲーム差と空いてきてるしね。このまま負けを重ねれば、それがもっと3、4、5、6、7、8、9と分かれていくからね。どうやら今期のこのペナントも後半戦バッサリカットの動画になりそうですね、このままいけば。はい、じゃあ今回の動画はこれにて終わりにしたいと思います。まあ確かに負けちゃいましたが、前線はできてたと思いますのでね、少なくとも戦いにはなってたでしょ。ですからまあ負けちゃいましたが、今後の中で勝利を積み重ねていって、交流戦昨年以上に悲惨な結果にならぬようですね、やっていきたいと思います。次回プレイする予定は交流戦の最後のカード、広島3連戦をプレイしていこうと思いますのでね、強いチームとの対決になりますが、まずそこに至るまでどれだけ勝ち越せてるのかというのは次回の動画お楽しみにね。ここまでご視聴いただきありがとうございました。グググググバイ、また会おう。